眩しいね。はい、はい、はい。皆さんこんにちは。お久しぶりです。ララポート店の店長岩波です。熱帯クラブ東川口本店の松村です。中野店店長の小倉です。珍しいですね。そうですね、はい、初めて、初めて、そうですね、3人は初めて事情をお伝えすると、もともとはララポートで、そうですね、はい、やる予定だったんですけど、ちょっと整体移動してたら渋滞にはまりまして、はい、8時を中野店に迎えたので、ここで、はい、やらせていただく形になりました。はい、なので、まあ、絶対に習わない3人が。貴重だと思います。大丈夫です。いきなり全然大丈夫です。大丈夫です。はい。で、ちょっと今日お伝えすることで言うと、はい、何しましょう。先にやることを言ってみましょうか。そうですね。はい。まずじゃあ今日お伝えしたいことが、今、見えますかね。ちょっと画角がわからないですけど。ちょっと画角見てみます。はい。うん、入ってます?入ってますね。入ってます。入ってますね。はい。この足元にいる子たちが、うん、今絶賛移動中の段階のマーシャルフェレットになります。はい。はい、今港未来店に、届けまして、中野に来て、これからララポート行って熱帯クラブに行かれるような形ですね。はい。はい。はい。新入荷生態としてマーシャルの紹介をするのと、はい、あとは今週末のイベント、あとは来週のイベント。あとはもうガチャガチャですね。はい、新しいの入ってきたのでご案内させていただこうかと思います。はい、はい、じゃあどの店からいきますか、うん、今日マーシャルフェレット、そうですね、はい、中野から行きましょう。中野から行きましょう。はい、ホームグラウンドから行きましょうじゃあ僕ちょっと向こうね、自分も小倉さんも今始めました。始めてみますちょっと汚れてたらごめんなさい。まずやっぱ、はい、あれじゃないですか、その多分前転行くと思うんですけど、はい、引きずつ久々のアルビノですね、ちゃんですね、はい、はい、ちょうど男の子、女の子がいましたんで、各店1匹ずつ、あと2匹、1匹ずつか、合計2匹、今回アルビノさんが、はい、はい、来てますねこれからね、まあ、お風呂も入るので、ね、多分明日はもっと綺麗な子たちになると思うんですけど、まあ、こうね、3店舗のフェレットは同時に見れるのも、ね、なかなかないので、はい、港未来店さんごめんなさい。ララポートのアルビノさん、はい、はい、で熱帯クラブにも、はい、そう、熱帯クラブの子はちょっと大きめ、ちょっとムチムチ、ムチムチ、そうです、ね、はい、熱帯クラブのアルビノさん、はい、はい、大きい子。あとなんかあるんだ、珍しいことか、薄い、ちょっと汚れちゃってたな、ちょっと汚れてますね。これからお風呂ですが、ちょっとね、今汚れちゃってるんですけど、実際白目のマークドっぽいですね、はい、目は黒で、まあ、黄色がほぼほぼ白っていう、なんか小倉さん好きかなと思って、そう、そうですね、そう、シャイプ好きなので、はい、ちょっと目がね、赤いの怖いっていう方だと、ね、はい、熱帯さん、熱帯さんは松村さん好みだと思います。違いますよ、うん、かわいい、かわいますか、うん、ちょっと寝起きでね、あれなんですけど、かわいい、松村さんシルバー好きですね。シルバー好き、左側、こっち、もうちょっとあ、下、あ、OK です、OK です、入ってます、入ってます、はい、かわいい、はい、ちょっと面白いな、うん、うん、まあ、熱帯クラブは全部5匹です。5匹、そうですね、うん、今回ララポート港未来中野が、9匹ずつですね、999で熱帯クラブ本店が5匹ですね、はい、ララポートも、はい、もうよかったら、はい、かわいい子、ちょっと
そうですね、ミッドと、あと、あ、そうですね、はい、これはね、無知に怒られちゃうかな。これはちょっと取り合い、はい、これララポートです。小倉さんに持ってもらってますが、はい、ララポートの子です。シルバーミッドとシルバーですかね、ブレイズっぽいシルバー、はい、あとこっち側で、あ、映ってます。はい、それはちょっと岩波君に喧嘩しました、ね、ちょっと取り合いになってララポートでいただきます。そう、ね、頭がやっぱ、はい、独特ですね、かわいい。あ、熱帯さんのアカウントからアルビノ近くで見たいってもう一回来てますので、ちょっとアルビノさんを映していただければ。じゃあ前さん、はい、はい、女の子です。はい、はい、女の子、はい、で、男の子、はい、男の子ですね。で、今回アルビノさんが、フェレットワールド3店舗と熱帯クラブで合計2匹ずつ、だから8匹ですね、はい、入ってきてますので、各店舗に行きます。本当に久々ですよね。久々ですね、はい、新鮮だね。もうなんか半年とか1年ぶりぐらいの、そうですね、感覚な気がします。はい、なので繰り返しになりますが、今日マーシャルフィレットが入ってきまして、松村さんと、あの、岩波で、各店舗移動してたんですが、中野店でインスタライブの時間を迎えてしまいましたので、はい、今中野店でやっております。はい、明日から各店、明日のオープンから、はい、そうですね、はい、いち早く3店舗分を、はい、そうですね、はい、ご紹介しております。はい、はい、はい、の感じですかね、はい、そうです、新入荷は、そうですね、新入荷以上です。で、これからララポートと熱帯クラブは回りまして、まあ、各店舗、今日内社、明日ホームページ個別とかが上がるかと思いますのでご確認ください。はい、あとは25周年ですね。はい、はい、今あのフェレットワールドで、6月の3日からですかね、はい、25周年イベント頂戴しまして、フェレットちゃんを迎えの際、なんていうんですかね、画像ですかね。そうですね、はい、まあ、各 SNS、うん、まあ、Twitter、LINE アット、インスタに画像を載せてるんですけど、はい、それを、まあ、見せていただけると先着25名、各店舗25名様、はい、2万5000円引きですね、はい、正解のお値段を今お値引きしております。まあ、各店やってるようなやってますね。ただもう、はい、もういよいよ、うん、まあ、もうそうですね、はい、結構もう25名近づいてきてますので、はい、ね、まあ、今回マシャルも入りましたんで、もしちょっとご検討されている方はできれば早めの方がいいかと、ね、このタイミングだと、うん、ちょっと月末まで、ね、持つかわからないですね、キャンペーンが、はい、あの、まあ、港未来も、連絡ありまして結構いっぱいになってきてるということなんで、はい、できればご検討されている方はお早めに、はい、キャンペーンを、はい、使っていただければと思います。お願いします。はい、お願いします。はい、あとはイベント関係いっちゃっていいですか。どうぞ。はい、イベント関係が、フェレットワールドグループで言いますと、25日日曜日、来週の日曜日に、みなとみらい展になるんですが、フェレットワールド の、 あのアンバサダーのマイコロさん、荒川さんとマモル君が1日店長やるという話が、はい、来ております。ね、僕らないですね。ララポート中野ではなく港未来、港未来、はい、で、あの、8階で行うということです。はい、で、こちらは、予約制、予約制になりますね、はいはい、で、ホームページとか、あとは港未来店のツイッターなどで告知が入っているかと思いますが、まあ、来週の日曜日、あの、お時間ある方行きたいなという方は港未来店の方にご予約をしていただければと思います。はい、はい、お願いします。はい、あとララポートいいですか。どうぞ。はい、どうぞ。はい、あとはララポート店になるんですが、ちょっとフェレットちゃんではなくワンちゃんの方になるんですが、今週の日曜日18日に、冷凍食品の日水さんって、はい、あるんだと思うんですけど、日水さんがあのワンちゃん用のご飯を、はい、冷凍食品作りまして、それのサンプリングを、18日日曜日行います。まあ、フェレットちゃんは食べれないんですが、ちょっとワンちゃん飼われてる方とか、あの、気になるなっていう方はぜひ、あの、ワンちゃんと一緒にララポート店に来ていただければ、12時から始めますので、はい、もしよろしければそちらもご参加いただければと思います。はい、お願いします。で、あの、フェレットワールドのアカウントの方で一番大きい子って言いますか。大きい子、大きい子、ワールドさんと、
誰ですかね。キープいますか。キープ。そうだね。さっきのここのシルバーかな。それ。シルバーかもしれないです。ああ、ちょっと。シルバー一番大きいから。おそらく。一番大きい子、あ、びっくりしちゃった。はい。画角的に映ってますか。はい。はい。かわいい。あ、いいですね。大丈夫です、ね。はい、大丈夫です、ね。はい。男の子、シルバーの男の子ですね。はい、結構みんな、みんなタイプは、そう、みんな今回ね、はい、比較的体格がいいので、はい。結構男の子と女の子がパッと見で分かりやすいかもしれない。かわいいね、やっぱりそう。かわいいです。かわいいね。ぜひ並ぼうとに可愛い。はい。あ、じゃあと、うちもいいですか。はい。います。熱帯クラブ。はい。熱帯クラブとあのお隣の犬心で、あの、ま、最近ちょっとこうやってるあの刻み本舗さん、はい、クレープ屋さんが。あ、はいはいはい。明日また来ます。そう。あ、美味しそうですよ。美味しい。はい。ララポート店でも話題です、はいはい、キッチンカーですね。そうです、クレープ屋さんですね。クレープ屋さんが来るので、はい、まあ、初めての方だったらこうあの指定されたインスタグラムのアカウントをフォローするだけでクレープが来たのです。あ、はい、いいですね。スタッフもも材料が余ってたら、あ、食べる。ま、マナーというか、そうそうそう、あの空気読んで、空気読んで食べる。はい、ご紹介でした。はい、ありがとうございます。はい、あと、熱帯さんも入ってるんですか、これ。入ってます、入ってます。あの、ペレットワールド熱帯クラブ、今あの、ガチャガチャが各店舗あるかと思いますが、ちょっと前行きますね。今週になるんですかね、あの、新しく、ウッドストラップですかね。これじゃない、ウッドクリップ、そう、ウッドクリップですね。はい、こちらが入荷してます。可愛いですよね、これ、はい、各店舗まだまだ在庫はあると思いますが、顔と、うん、顔とお尻、そう、熱帯の方ではお尻が出てるんですけど、はい、逆にしましょうか、はい、こういう感じで、こちら、ガチャガチャのカプセルの中に2個ずつお尻と顔1個ずつ計2個入ってますので、はい、まあ、1個250円と思っていただければ。あ、分かります、ね、はい。で、非常に今やっている中ではかなり人気ですね、はい、なのでちょっと早めになくなっちゃうかなっていう雰囲気もありますので、うんうん、はい、もしよかったらお早めにガチャガチャしてください。5色ですね、5色、はい、はい、で結構あの両替できますかってお声あるんですが、あのレジで、はい、両替しますので、500円玉不足している方ぜひスタッフにお声かけください。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、はい、ということになりますが、何か皆さん最後伝えたいこととか、なんか告知ってあります？小倉店長なんかあるんですか？いやでもなんかね、こう新鮮すぎて。あ、新鮮すぎて。じゃあせっかくなんで、あの MC ファームの成長ぐらい見せますか？そうですそうです。まあこれ今わちゃわちゃするんです。そう、なんかね、みんなもう寝てるんですけど、ここだけなんか結構起きてるんで。ちょっと画角ずらしましょう。だいぶ大きくなりました。そうなんですよ、今生後まだ3ヶ月手前ですね。はい、 NC ファームです。中野店に生まれた子たちですね、はい、あ、かわいい。そう、みんな大きいんですよ。そう、かなりね、ムチムチですね、わちゃわちゃです。誕生日が3月の24日生まれの子たちなので、はいはい、まだ2ヶ月半、3ヶ月弱ですね。3ヶ月弱なんですけど、もう大きい子は男の子だと1キロぐらいもういってます、はい、女の子だとね、やっぱちっちゃめなので、うんうんうん、600、700ぐらいですかね。何匹兄弟ですか。ここが、今一部もう吉祥寺の方にいるんですけど、はいはいはい、もともとですね、ここの今見せてる子たちは10人兄弟。10人兄弟、すごいね、すごいですね。はい、でみんなセーブルさん。そうですね、みんなセーブルです。かわいい。かわいい。親がね、結構父親がパパが大きめの子なので、うんうん、本当にこのまま成長すると結構2キロ近い感じになるんではないかなっていうのが、
はい、結構ね、大きくて元気な子が好きな方にはぜひ見に来てほしいですし、うん、もうちょっと虹色っぽくなってます。あ、かわいい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 、ね、はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、初めての試みですが、うん、熱帯クラブフェレットワールド両方とも同時中継をしています。はい、もう一通りお話はしましたが、何か皆さん告知あります？大丈夫ですか？来週の熱帯クラブインスタグラムの方で、はい、あのライブの方でネクストデビューの NG フェレットの赤ちゃんを紹介したまあね、まあ、やっぱね、赤ちゃん、そう、まあね、大きい子も可愛いですけど、赤ちゃんにないしかない魅力があります。で、結構今回ご紹介するのは、あのちょっとレアカード。おー、それまだ内緒の来週見ないと分からない。来週見ないと分からない。なるほど。結構レアカード、はい、一応性別というか女の子ですね。女の子でレアカード、はい、ピンポイントに好きな人は好きな人、うん、ちょっとご紹介できたらなと思います。楽しみですね、はい、それ中野はあれですよね、マイコロさんの YouTube で、あ、そうですね、はい、先ほどの NC ファームの子たちの動画が上がってますよね、はい、動画上がってますね、はい、生後1ヶ月弱ぐらいのと、あとまあデビューしたての生後2ヶ月ぐらいの、はい、マイコロさんそれぞれ上がってるので、ぜひそちらも見ていただければ、はい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 、もうないですよ。はい、寂しくちょっとインスタライブ久々なんで、そう、はい、ちょっとララポートでやれなかったのが残念なんですが、はい、悔しかったです、ね、まあそうですね、でも中野に来るのも半年、まあ、1年ぶりぐらいかなと思うので、はい、そうですね、こういう機会ですか。そうですね、はい、いいのかなと思います。はい、はい、ではもうこの3人が並べづらが次はいつになるか分からないのですが、はい、まあ、これからじゃあ松村さんと奈良ポート行って、はい、熱帯クラブ行って安全運転に戻りたいと思います、はい、ですので先ほど紹介したフェレットちゃんたちは、近いうちに、まあ、ここ数日でホームページとか SNS にアップされますので、ぜひマーシャルフェレットの方をご覧ください。はい、お待ちしております。はい、あと繰り返しになりますが、25周年キャンペーンも残りわずかになってますので、はい、この週末、はい、ぜひ、はい、なるべく早めに来られてみてください。はい、はい、じゃあちょっと急遽になりましたが、はい、中野店からお送りしたインスタライブ、はい、以上でよろしいですか。はい、はい、じゃあ以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。